変動もゆっくりです。今回ですね、現行型のコペンの GR スポーツの方を、見に来ました。でこちらなんですけど、ホワイトと、ルーフの部分ね、ブラックということでね、ツートーンの仕様となります。でコペンね、ローグ、セロ、エクスプレイ、GR スポーツ、ね、4種類、ありまして、GR スポーツもね、かなりスポーティーな雰囲気にこだわった仕様ということになります。でやはりね、軽なので、まあ、コンパクトでありながら全体的に低くて、まあ、ワイド&ローっていう感じのスタイリングとなっておりますね。はい、でサイドから見ますとね、クローズ状態でこのような感じになっております。はい、電動オープンということで、オープンしたスタイリングもいいんですけど、今日ちょっと雨なのでクローズの状態なんですけど、クローズでもね、なかなかスタイリッシュなデザインになっているのかと思います。さあそして GR スポーツですと、仕様にもよるんですけど、 DBS の専用のアルミとブリヂストンの、ね、コテンザが組み合わされて、装着されております。でタイヤサイズの方が、16550R16 の16インチの、ね、タイヤということになります。前後とも同じサイズということになります。そしてリアビュー、このような感じになっております。まあね、リアビューもなかなかスタイリッシュで走りにこだわった雰囲気のデザインになってるなと思います。で、マフラーもですね、下向き2本立ちのね、マフラーが採用されておりまして、マフラーの上部分ね、囲うようにディフューザーもね、採用されております。まあ、これでね、やはり空力にもね、とことんこだわった仕様になっております。じゃあ、内装の方見ていきたいと思います。でシート周りの方がですね、専用のレカロシートがね、採用されております。で、アルカンターラのね、シートとなりますので、高級感とか、まあ、例のごとく先ほど試乗させていただいたんですけど、ホールド性もかなり良くて、ロングドライブもね、快適にこなせる雰囲気でした。はい、で真ん中の部分には GR の刺繍も入っております。そしてステアリングもね、モモステがね、採用されております。で川脇のね、ステアリングとなります。で CVT ですので、パドルシフトも、採用されておりますので、思い通りにね、発車することができるようになっております。ちょっと乗り込んでみます。ドアも、まあ、重厚な音でね、閉まる感じですし、インパネも全体的にスポーティーな雰囲気になっております。でまずメーターね、三眼のメーターとなりまして、スピードメーターの部分には GR のエンブレムも入っております。直感的にね、車両の状況とかをつかみやすいように設計されております。でオプションのナビもね、しっかりと採用されますし、インパネ中央部カーボンの素材が採用されております。でエアコン、このような感じになります。使いやすいようにね、しっかり設計されております。で CVT のね、シフトゲート式のものとなりまして、マニュアルモードでもって直感的にスポーティーに走行することができるようになっております。でパワーウィンドウのスイッチがその後ろに、運転席側、駐車席側で採用されております。でパーキングブレーキ手引き式のものとなります。でルーフのね、開閉ここで行う感じになります。ちょっと天候が悪いのでこのままお送りします。はい、でその後ろにヒートヒーターが運転席助手席を採用されております。でその後ろ鍵継ぎのコンソールがありまして、トランクのね、オープナーとか給油口のね、オープナーでしょうか、配置されている感じです。でその後ろに、ドリンクホルダーがね、ある感じで、ちょっと使いづらいかなと思うんですけど、ないよりはマシなのかなといった感じです。でその後ろネットが、ありまして、ここにもね、物を置くことができるようになっております。でリアウィンドウ側ですと、風よけのね、フードなどがね、採用されております。で上の方ですね、天井も布張りと、もちろんなっておりまして、ルーフのね、キャッチ部分しっかりした構造ともちろんなっております。でバイザー部分ね、このような感じになっておりまして、ミラーも、何もない感じになっております。トランクも一応、見ていきたいと思います。ちょっとね、やはりホールド性が高いシートなので、乗り降りちょっと大変です。はい、よいしょ。でルーフ閉まった状態で、トランクスペースこのような感じになっております。はい、必要十分なスペースという感じになるんですけど、このね、前の部分に、
ルーフが格納されるわけなので、オープン状態ではこのぐらいのねスペースがね確保されるという感じになります。はい、まあ、でもね立ち位置だけでなくて使い勝手の良さもね、しっかりバランスさせたデザインになっているなと思います。はい、ということで現行型コペン GR スポーツでした。